はい。ねえ。ちょっと違うニュースやらないと。ねあの、吉本工業関連ばっかりじゃね、あれなんですけど、見ててこれ面白いなと思った田原総一郎さんね。あの、朝生で。それで、あの、音北さん、うん、とのやりとりが、えー、面白いということで、あのー、音北さん40歳ね、えー、日本維新の会の政調会長があって、なんか、ちょっと前ね、X のポストで自分のね、 え、一物を、あの、映っちゃったって。要するに反射でね、体重計かなんかで。<laughs> まあこれは本人悪いわけじゃないんで、あの、なんかそういう人なんですけど。ね、この、もう朝生が面白くないと結局。なんでだっつって言ったら、遮るでしょって話を。そんなことないって言ってもう、それじゃあ誰も聞かないよっていうことを言ったら、さすがにここのところは、おと、おときたさんを擁護する声が大きいと。 ね、いうことで、まあなるほどな、と。ね。この政治の話とかこういう風でやってやったって若い人聞かないよ。上から目線でこんな偉そうに、なんか自分の持論と違うこと言うともう遮ってもうって、ね。喋れない状態にして、まあ自分が言いたいことだけ言うっていう番組なんで、まあそれがいいっていう人はいいけど、本当に意見言いたい人はた,たまらないんだ。私も見てられない。展開が遅すぎて何言ってんのか、な何言ってるかわかるけど、はっあってもう。 そういう風じゃないよなっていう風に思っちゃうんで、私も全然見ないんですけど、そんな時間帯にね、録画してまで見ることではないなっていう風に思うんですよ。で、まあ89歳ですよ。うん。これね、でも仕方がないかな。私新幹線で会ったことがあるんですよ、昔。そんでも20年経ってないかな。うん。 で、スーツ着て、まあ、あんな感じで、まあ、普通ににこやかにしてて、まあ、いいスーツ着てますよ。まだ色目も、その、なんかグレーっぽいっていうか、まあ、薄い色で、だから紺とか黒系じゃないんですよ。ね。だから、ま、要は水滴がつくと、色が一旦にじむみたいなような形で、まあ、いい下手のスーツ着てますよ。グリーン車で乗ってましたね。で、トイレ行ったんですよ。トイレ行って、こう、ちょうど、トイレ行った時にすれ違ったのかな。 したら、トイレ行って手洗うじゃないですか。あのおじいさん何したと思います自分のズボンでこう拭,いて拭くんですよ。はあで、えと思って、ポケット見たらちゃんと、あの、あれですよ。ハンカチ入ってんですよ、ポケットに。ちゃんと。あの、スーツの場合、お尻のところに入れる。で、ちょっと出しとくと、こう、ズボンも汚れないでっていうのが、まあ、おじさんたちの足しなみっていうかな。 上着に入れておくと脱いじゃう場合もあるんでね、夏場とかでも。上,上着にな,な、あんまり入れ、入れない。形が崩れるんで、本当は。ねあの、ポケット、ね、右か左に入れる。ね、ちょっと大きめのやつでね、あの、ハンカチを入れて、少し出しておくと、全部入れちゃうと、シワシワになっちゃうんで、っていう、ちょっといいハンカチだと崩れないんで、 入れて挟んでおくっていうふうに、ハンカチ入ってるの多分、奥様がいらっしゃるのかな奥様がなんか、まあ、その、その、お手伝いとか、そういうことしてくれるスタッフが入れてるんだけど、もう普通に手で拭いて、そう、手の跡がつくわけですよ、ズボンにね。ああ。その時は、すっげえな。やっぱりこう、著名人は。もう、そんなこと絶対できないもん、と思って。でも、今考えると、もう、やばいんだよね。 やっぱそういう人はおかしいわ、やっぱり。うん。ズボンで手を拭く。子供でもダメだよって言われるよね、普通。20年ぐらい前。うん。だから、60、70ぐらいの時にもうそうだったってことね。まあ頑張ってやってらっしゃるってことかな。だから、ああ、なるほどねって、人の話を遮るぐらいするんだろうなっていう気はしますよね。で、あの降りるところが一緒だったんで見たら、しっかりは乾いてはいましたけどね。 何のシワもない。うわ、すげえいいズボンが、こう、な、えって一瞬思ったよ。拭いていいズボンって。そういう記事なのって。一瞬思ったね。本当に。聞こうかと思ってど、どこ、どういう記事ですかって聞こうと思ったら違うな。と思ってこれは絶対違うと思って聞かないんで、ずっとそれと覚えてる。ね。今こんなね、ネットニュース見てね、微笑ましく思いましたけどね。ね。ね。 まあね、年を取ってるから意見が言っちゃいけないとかおかしいとかっていうわけじゃないけど、やっぱり若者のね、意見は聞こうと40歳。ね。半分以下の若者がね、言おうとして、話を遮って、自分の持論をもう展開するという。うん。ね。はあ。皆さんどう思いますかね。最近、うん、どういう意見を言って、 そう、と、ね、こう、どうなんだろうね。うん。うん、ねもう昔のなんか朝まで生テレビなんていう感じの、なんかもう昔はちょっと権威があったっぽいんだけど、今、なんだかなーって感じではしますね。はい、以上です。はい、皆さん、一分だけ時間ください。あの、チャンネル登録を、あの、してない方、別に減るもんじゃないんで、一回やってみてください。 あの、何か、そのチャンネル登録を、私のこのサブチャンネルを登録したことによって、生活に支障が出るとか、運気が下がるっていうことがあったら解除していただければいいので、そんなことはないと思いますよ。なので、別に減るもんじゃないし、あの、ちょっとやるだけなんで、忘れてるっていう、今、は、気がついて、あ、まずいなと思ったらすぐやればいいので、私は怒ってません。はい。怒ってないし、傷ついてもいないので、今、すっと、あの、やっといていただければ、お互い、この、ね、笑顔になれると。 チャンネル登録、超役太郎のサブチャンネルえ、チャンネル登録をすると笑顔になれるということでよろしくお願いします。以上です。